ロシアの4州併合は、プーチン大統領の焦りの表れ。国民を納得させて戦争を終わらせたい。ジャーナリストの佐々木俊直が10月5日、日本放送、飯田浩司の OK コージーアップに出演。この先のウクライナ情勢について解説した。ロシア議会上院は10月4日、プーチン大統領がウクライナ東部、南部、4州の親ロシア派勢力と調印した4州併合に関する条約の批准を承認した。批准は3日に下院で承認されており、これで議会の手続きが完了したと国営テレビが中継した。一方的な住民投票から始まっています。一方的な住民投票と言われるものという感じで報道されています。こういうことをやりながらも4州全土を制圧できているわけではありません。ウクライナの反攻が激しく、さらに東部ハルキウ州はほぼウクライナが奪還したというニュースも入ってきています。ロシアの4州併合はプーチン大統領の焦りの表れ。その焦りの結果、こういう動きに出たのかなと。安全保障の専門家の意見だと、そういうプーチン大統領の感情から起こったのではないかと言われています。プーチン大統領の焦りから、ここに来てロシアが核兵器の部隊を動かしているという情報や、今のところ核兵器を使う兆候はないという話が出ています。ロシアが核を使ったら、ロシアの黒海艦隊を壊滅させると NATO が警告。この核抑止が成立するのかどうか。一方でロシアがもし核を使ったらということに関して、 NATO 側は核兵器は使わないけれど、使わないといった瞬間に核抑止が成立してしまうので言いませんが、その場合にはロシアの黒海艦隊を壊滅させるという警告を送ったという情報もあります。 NATO 側がシナリオとしては、もし仮にロシアがウクライナの無人の荒野などに低出力核を打ち込んで爆発させると、その瞬間に NATO 側は核を使わないけれどロシアの黒海艦隊を通常兵器で壊滅させるぞという脅しになっている。核を使ったら、この抑止が果たして成立するのかどうかはわかりません。冷戦時代によく言われていたのですが、限定的な場面でどこまで核抑止が現実的に働くのかどうか、それがここまで端的に現れた情勢は今までなかったのではないかと思います。ロシアの核による抑止が効いている、その状況を見ている北朝鮮。しかもこれほど使われるかもしれないという状況が見えてきている。結局はロシアが核を持っているから、 NATO もアメリカも直接ロシア軍に攻撃できず、ウクライナに武器を供与するだけになっているのです。つまり核による抑止が強烈に効いてしまっていると。ロシアが核を持っているので、その状況を見てやはり核を持たなければならないと北朝鮮は気づいてしまった。核を持っている間は通常兵力でさえも自分たちの国にはやってこないということを北朝鮮は痛切に感じていると思います。4州併合によって我々の領土が侵されたら核戦争も辞さないという正当性が確立したプーチン大統領。プーチン大統領の狙いとしては、核をちらつかせる、あるいは無人の場所で実際に使うことによって NATO からの支援をやめさせたいのでしょうか。4州併合を批准したのは、そこにも意味があると言われています。4州がロシアになったわけです。ロシア側の言い分としては、そうするとロシア側の見方としては、ロシア国内でウクライナが戦っているという立て付けになります。そうですね、我々の領土が侵されていると。今まではウクライナ領である4州にロシアが攻め込んでいたから、ロシア領土が侵されていたわけではないけれど、その4州がロシアという国になった瞬間、そこでの戦いはロシアの領土が侵されている戦争であるということができます。ロシアの言い分では、以前からプーチン大統領は我々の領土が侵されたら核戦争も辞さないと言っていたわけです。
ウクライナとロシアが4州内で戦っていることについて、ロシアが核を使うという正当性が生まれたのです。誰も納得しない論理なのだけれど、プーチン大統領としては、それで正当性ができたと思っているのでしょうね。4州併合によって、国民を納得させて戦争を終わらせたいプーチン大統領。戦いへの士気が高まるウクライナ。他方、ウクライナ側からすると、今までは2月24日のラインが意識されていたところがあった。特に、開戦直後の停戦交渉に関しては、その部分のラインがありましたが、こうなったら、クリミアも含めて全部だ、ということになるのですか？西側から最新鋭の武器が大量に持ち込まれているので、ロシアは押し返されています。しかもロシア軍は、ほとんど何のスキルもノウハウもない新兵たちが、まともな武器もなく、錆びた自動小銃を渡されたりしている。冬用の街灯がないという話もあります。軍歌もなく、スニーカーで戦わせているような状況なので、今後もこの情勢が続くと、じわじわとロシアが後退する可能性があります。ウクライナが領土を奪還するという流れになっていくのではないでしょうか。この情勢が続くと、プーチン大統領としては、ここで4州を併合したことによって、急に停戦交渉をしてもいい、などと言い出しているわけだから、4州を取ったことで、国内を納得させて戦争を終わらせたい、という気持ちがあるのでしょうね。ただ、ウクライナ側は、今士気が高まっています。そうなのです。そういう意味では、これからも交戦は続くでしょう。そうなると、今度は核使用の危険性が高まってしまう。どちらに転んでも、あまりいい結果にはならなそうな、良くない状況になっているのではないでしょうか。国民を納得させたいのではなく、戦果を上げたいというのが正しい表現かと。つまり欲望の達成です。でないと、特別軍事作戦の示しがつきませんから。併合宣言はしたものの、なぜかロシア軍が退却しているという矛盾。ロシア国民は、このようなおかしなところにも耳を傾けてほしい。事実を把握してほしい。ウクライナがますます勢いづいて、奪還が進むことを願っています。